はい、皆さんこんばんは。今日も福音喫茶を始めていきたいと思います。最初に教会福音賛美歌の443番、人生の海の嵐にというこの歌を歌っていきたいと思います。主が私を愛されたから、私が主なる神様を愛するその理由はですね、まず主なる神様が私を命がけで、心を尽くして思いを尽くして力を尽くして命を尽くして愛してくださったから、そのことによります。神様に愛されたからこそ神様を愛するという、そんな歌になっております。これを歌っていきましょう。
自由を与える力、祈り
Oh,
全ていたのは愛する一人子の傷ついた姿、人の罪をその身背負い、父よ彼らを許してほしいと十字架から溢れ流れる泉、それは父の涙、十字架から溢れ流れる泉、それはイエスの愛、十字架から、十字架から溢れ流れる泉、それは父の涙、十字架から今日もゴスペルと言われている聖書のメッセージを一緒に味わっていきたいと思っております。短くお祈りをして耳を傾けていきましょう。天の父なる神様、10年目の 3.11 を迎えております。そして神様、週末の金曜日の夜を迎えました。どうか神様、今なお苦しみや悲しみやうめきや泣き叫びの中にいらっしゃるお一人お一人の上に、主が慰めを備えてくださること、生きる力と生きる希望と生きる意味を与えてくださいますように、どうぞお導きください。神様がいなければ人生には何の意味もありません。全てが偶然であるならば、どんな意味が生きることにあるのでしょうか。何のために勉強をするのか、何のために仕事をするのか、何のために生きるのか、そのすべての答えは聖書の中にあります。どうか神様、今日も聖書を通して親しく語ってくださり、また聖書のことがよくわかりますように、あなたのことがますますよくわかりますように導いてください。主を語りください。しもべは聞いております。愛する主イエスキリストのお名前を通して祈ります。アーメン。今日はですね、ジャーニーオブビリーバー22回目になります。婚活の旅、いよいよ最後の4回目を迎えます。旧約聖書創世記の24章、聖書をお持ちの方は24章の50節から最後の67節まで耳を傾けていきたいと思っております。いつものように起承転結で4つの部分に分けて見ていきたいと思っています。まず木の部分は50節から52節です。ラバンとベテルは答えた。このリベカさんという素敵な女性のお兄ちゃんのラバンとそのお父さんベテルが答えます。主からこのことが出たのですから、私たちはあなたによしあしを言うことはできません。ご覧ください、リベカはあなたの前におります。どうぞお連れください。主が言われた通りにあなたの ご主人の息子さんの妻となりますよ。アブラハムのしもべは彼らの言葉を聞くや否や、
地にひれ伏して主を礼拝したと、その場面です。もう一度この創世記の24章最初から振り返ってみたいと思いますけれども、信仰の父と呼ばれるアブラハムさんが年を重ねてかなりの高齢に老人になっていた時のことでした。主なる神様は天地を作られた、人間も作られた神様はあらゆる面でこのアブラハムを祝福しておられましたが、たった一つだけ、悩みの種といいましょうか、心配の種がありました。祈りの課題と言ってもよいと思いますが、それでそのことはですね、実は一人息子イサクさんの結婚相手に関することでありました。せっかくが生まれてきた、四半世紀25年も待たされて、やっと100歳の時に生まれてきてくれた神様が授けてくださった、預けてくださったそのイサク、彼の素敵な花嫁さんのことを最後の心残りとして祈りに覚えていたのです。親は本当にその子が幸せな結婚をしてほしいと心から願うものであります。特に変な人に悪い虫がつかずに素敵な人と結婚をして、素敵な結婚をして本当に幸せな人生を送ってほしいと願うのです。特にこの誰と結婚するかによって人生が大きく変わってしまうことがありますから、ですから本当に祈りに祈って、そして一番信頼のおける最年長のしもべにそのことを託して、一人息子イサクの結婚相手を、私が旅立ってきたその地方に戻って、そして花嫁探しをしてきてほしい、素敵な女性を連れてきてほしいとお願いして誓わせたのでありました。もしもその女性が来たくないというならばどうしましょうか。あなたの息子さんをそちらに連れていくなんていうことはしないように。そしてもしもその女性がですね、来たくないというなら仕方ないという、そんな誓いの中でそのアブラハムのしもべは旅をしていくことになりました。天の御使いが一緒にその旅に伴ってくださり、その神様が導いてくださる旅、そのような花嫁探しの旅、婚活の旅が始まったわけでした。このしもべは非常に慎重に祈りながら行動をいたします。その場所について、そして夕方の時間帯、女性が水を汲むために亀を持って、水を汲むものを持ってその水辺にやってくる時間帯にそこにいまして、そしてお祈りを捧げていったわけです。24章の12節あたりに記されていたことでした。もう一度振り返ってみたいと思います。私の主人アブラハムの神主よ、どうか今日私のために取り計らい、私の主人アブラハムに恵みを施してください。ご覧ください、神様、私は泉のそばに立っています。この町の人々の娘たちが水を汲みに出てくるでしょう。私が娘にどうかあなたの水がめを傾けて私に飲ませてくださいと言います。その時その娘がお飲みください、あなたのラクダにも水を飲ませましょうと、そう言ってくれたなら、その娘さんこそ神様あなたがあなたのしもべイサクのために定めておられた御心の人です。このことであなたが私の主人に恵みを施されたことを私が知ることができますように。アブラハムのしもべは非常に具体的な祈りをしました。私が水を飲ませてくださいと娘さんに声をかけます。でその娘さんの中で御心にかなったふさわしいその女性ならば、あなたのラクダにも飲ませましょうと、そんなふうに返してくれる、答えてくれる、そんな優しい娘さんがいらっしゃったら、その人こそ、そのことで分かりますか、あなたのラクダにもと言ってくれる人を私は待ちます。ところが祈りというのはですね、本当に生ける神様との語りかけですけれども、会話ですけれども、しもべがまだ言い終わらないうちに、祈り終わらないうちに、リベカという一人の美しい女性が水がめを肩に乗せてそこにやってきます。リベカはビルカの子ベトエルの娘、そして
アブラハムの兄弟ナホルの妻でありました。ミルカは、この女性は本当に美しく、そして処女で男が触れたことがない、本当に素敵な女性でありました。彼女にこのしもべは声をかけたのです。水を飲ませてくれませんか、少し。素早くその手に水がめを取り下ろして飲ませてくれました。さらにこう言ってくれたわけです。あなたのラクダにも飲み終わるまで水を汲みましょう。ああ、その言葉をこの女性は言ってくれた。それで、ね、この人は主なる神様が自分の旅を成功させてくださったかどうかを知ろうと黙って彼女を見つめていました。それからいろいろと尋ねて、そしてリベカさんにはお兄ちゃんがいて、ラバンというお兄ちゃんがそこに来ることになりました。そして家に迎えられていったわけです。そしてなぜ私はここまで旅をしてきたのか、そしてこの旅先でこのリベカさんとの間にどんなことが起こったのか、その一部始終を彼はこの家の人たちに語ったわけです。その答えとしてひとしきり語った後で、私はこの娘さんを花嫁さんとして暮らさるのか暮らさないのか、その答えだけ聞くことになりました。それによって私は右か左かどちらかに向かうことになりますと、前回見たところで答えていたわけです。今日はその続きですけども、お兄ちゃんのラマンとベテルは答えます。すごい言葉です。50節、主からこのことが出たのですから、主なる神様、天地を作られた神様からこのことが出たのですから、私たちは良し悪しを言うことはできないというのです。すごいですね。すごい信仰だと思います。そしてなんとその場であったそのアブラハムのしもべに、どうぞリベカを連れて行ってくれと、娘を簡単に手放そうとするわけです。どうぞあなたのご主人の息子さんの奥さんにしてくださいということで手放すわけです。すごい信仰だと思います。もしも私がですね、娘を授かることになってですね、その娘が結婚適齢期になって、心よく気持ちよく、その娘をですね、誰かに、お渡しすることができるのか、なかなかなんか後ろめたさがですね、そんな簡単に渡したくないなんていうことが起こるかもしれません。娘はやっぱりとても可愛いと思いますから。ところがお兄ちゃんもお父さんもその可愛い娘を手放してもいいと言ってくれたんです。これは奇跡です。神様がその人たちの心に触れてくださって、そういう気持ちを与えて踏ん切りをつけさせて、この可愛い妹のリベカ、この可愛い娘のリベカをここでこの人についていかせて、そのご主人の息子さんの妻としてくださいということで手放すことができた。素晴らしい人たちであります。あまりにも素晴らしい答えをいただきまして、52節、アブラハムのしもべは彼らの言葉を聞くやいなや素早く地でひれ伏して、主を感謝します、主を感謝しますと本当に心から神様を礼拝したのでありました。皆さんがもし素敵な、花嫁さんを探しておられる若い、青年の男性であるならば、このような、お父さんやお兄ちゃんに出会うことができるようにと願います。素敵な女性のその娘さんのあるいは妹のことをぜひあなたのお嫁さんとして連れてってください、結婚を許可してくれる人が、それは神様の本当に不思議なことです。でも神様がそのご家庭のお父さんやお兄ちゃんやご家族一人一人に触れてくださるということ、その奇跡であります。章の部分53節から読んでいきましょう。そしてこのしもべは持ってきたいろいろな金銀財宝をリベカに与えます。また彼女のお兄ちゃんやお母さんにも貴重な品々を送っていきます。本当にたくさんの、貴重品をお宝を、運んできたわけですから、その結納としてですね、結婚のための、その、お祝いとして、貴重な品々をプレゼントしていくことになりました。54節、このしもべと共にいた従者たちは食べたり飲んだりしてそこに泊まります。そして朝になりました。一晩経ちました。
彼らが起きるとしもべはこう申し上げるのです。私の主人のところへ帰らせてください。昨日連れて行きますということになってですね、まあ、とりあえず飲んで食べて一泊したわけです。ところが次の日の朝にですね、もうすぐ帰らせてくださいって言ったんですから、ちょっとお兄ちゃんとお母さんはちょっとやっぱり後ろめたさを、後ろ髪引かれるような思いになったわけですよね。ですから55節でこんな言葉が出てきています。娘をしばらく10日間ほど1週間とちょっと私たちのもとに留まらせて、その後で出発させたい、その後で行かせるようにしたいのですがとお願いをしていきます。ところが56節、しもべは彼らにこう言います。私が遅れないようにしてください。主は私の旅を成功させてくださったのですから、主人のところへ行けるように急いで今朝、この今日という日、私を帰らせてくださいと、ためらわずに申し上げることになりました。主が旅を成功させてくださったから、いち早く、一刻も早く帰りたいと願ったわけです。そこで天の部分ですけども、どうしましょうかという相談の中で57節になります。彼らは答えます。あ、そうですね。この娘のリベカを呼んで、呼び寄せて、娘の言うことを聞いてみましょう。本人を呼んできた。結婚する本人ですからね。彼らはリベカを呼び寄せて、ちょっと来て来て来て。そして、この人と一緒に行くかと尋ねたんです。すると彼女も歯切れがいいですね。はい、行きますと、即答ですよ、即答。神様が本当にその背中を押してくださった。間違いなく神様が、導いてくださっているんだという確信があったんでしょう。ですからもう神様を全面的に信頼して、誰もう顔も知らない、まだ会ったこともない人と結婚しますと言って、その人のために今朝出発しますと答えることができたのでした。そこで彼らは娘リベカとその馬をアブラハムのしもべとその従者たちと一緒に送り出します。祝福の言葉を託して、我らの妹よ、あなたは幾千万にも増えるように、あなたの子孫は敵の門を勝ち取るように、そのような壮大な祝福の言葉を受けてですね、旅立っていきます。リベカとその従者たちは立ち上がり、ラクダに乗ってその人の後についていった。こうしてしもべはリベカを連れ帰った。すごく歯切れのいい話です。トントン拍子です。いや、もうちょっと待ってくださいとかして、なんかこう引っ張り合いをするようなことじゃなくて、スパッと手放して、どうぞ連れてってください、娘がそう言ってますから、もう仕方ない、もう今日旅立たせます、そういうことになってました。結論のところに行きましょう。62節から。一方イサクはベールラハイロイ地方から帰ってきていた。彼はネゲブの地に住んでいたのであった。かなり南の方ですね、ちょっとアラノの荒れ地に近いところです。ちょっと水が少ないところですね。雨が降った時にいきなりその砂漠の中に、大きな鉄砲水が流れるような地方です。イサクは夕暮れ近く野に散歩に出かけた。彼が目を上げてみると、ちょうどラクダが近づいてきていた。リベカも目を上げ、イサクを見るとラクダから降り、父親に尋ねます。野を歩いて私たちを迎えに来るあの方はどなたですか。しもべは答えます。あの方が私の主人です。そこでリベカはベールを手に取って身を覆います。まさにですね、花嫁さんとしてベールをかぶって、そして花婿さんの前に出ていこうとする、素敵なウェディングドレスを着たわけです。そしてしもべは自分がしてきたことを残らずイサクに報告します。本当に驚くばかりの旅を主が導いてくださいました。本当に神様の祈りに応えてくださって、こんな素敵な娘さんが喜んであなたの妻になりますと言って喜んできてくれたんですよ。この彼女がその方なんです。イサクは本当に喜んだでしょう。本当に綺麗な美しい花嫁さんが目の前に現れたんですから。待ちに待った花嫁さんです。お母さんはもう天国に行ってました。ですからとっても寂しい思いをずっとしていたんです。イサクはその母サラの天幕にリベカを連れて行き、リベカを迎えて妻とし彼女を愛したと。イサクは母の亡き後慰めを得たと記されていきます。この東日本大震災が、
起こってからちょうど丸10年経ちましたけれども、やはりこの国に一番必要なのはやっぱり慰めじゃないかなと思います。この国には物質的なものはいろいろあるかもしれませんが、慰めとか希望というものはなくなっていると思います。慰めではなくて叱咤激励とかですね、自助努力とか自己責任とかそういう言葉ばっかりが飛び交って、コロナの中でもまず自分が一生懸命頑張りなさいって言われてですね、本当に、自ら命を絶たなきゃいけないことに思い詰めている人がどん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 増えております。この国には慰めもなくなりつつあります。10年経ったからもう復興はほとんど完成していますみたいなことを言った方がいらっしゃいますけども、いや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 、そんなことないでしょう。あの津波で流されてしまった、亡くなってしまった家や家族、本当に大切な人を、大切な財産を失った人にとっては時が止まっていることでしょう。そして慰めを今も必要としていると思います。励ましてくれる人、寄り添ってくれる人、慰めてくれる人、話を聞いてくれる人がやっぱり今も必要とされているように思います。聖書の神様はそんな私たちに本当に慰めを豊かに豊かに備えてくださり、時にかなって備えてくださる方であります。ぜひ皆さんも、この聖書の神様をますます、お知りになってですね、そしてこの方も信仰する方になっていただきたいなと思っております。結論、今日の結論は前回と同じですが、新約聖書のヨハネの手紙第1、5章14節の言葉を、結論としたいと思います。この言葉ですね、何事でもどんなことであってもです。でも一つだけ条件がついています。すごく広い言葉ですが、でもその広さの中でたった一つの条件だけがついています。何事でも神の御心に従って願うなら、神様の御心がなりますようにというふうに願い求めるなら、全てのことにおいて祈りは確実に聞かれて、祈りに応えて御心にかなった答えが確実に与えられるということです。何事でも神の御心に従って願うなら、神はちゃんと確実に聞いてくださる。そして祈りに応えてくださる。これこそ神に対して私たちが抱いている確信です。今回のイサクさんの花嫁探しの旅はまさにそのことを、最初から終わりまでのこの長いストーリーの中で語っていたのではないかと思います。とても長いところでしたから4回に分けて、語ることになりましたけれども、でもそれを貫いているメッセージは、どんなことであっても神の御心に従って願うなら、つまり結婚相手を求めるならばですね、私の神様が備えてくださっている方と出会えて、その方と結婚に導かれますように、御心にかなった方を、に出会って、その方と、結婚に導かれますようにという願いですよね。まあいろんな好きな人、結婚したい相手がいらっしゃるかもしれません、候補として。でもそのお一人お一人のことをさておいて、とにかく神様が備えてくださっている方と結婚できますようにという、そういう祈りですよね。あの人と結婚してきたらと思ってるんですけども、あの人にちょっと告白してみようかな、ちょっとなんかそれとなく話を振ってみようかなと思うんですけども、神様どうですかね、御心にかなっているならばそのことができますように、勇気を持って告白できますように、そして彼女も、本当に、その、プロポーズに応えてくれますように、御心であるならばという言葉を添えて祈っている。その時に祈りは百発百中になると思います。もしもその人があなたにとってベストパートナーでないならば、話はうまくいかなくなるでしょう。英語にいろんな、単語がありますけども、グッド、ベター、ベストというのをなんか中学校2年生ぐらいで習ったと思いますよね。グッドというのは良いということです。神様は良い方、 He is good、 神様は良い方で、英語には比較級、最上級というのがありますよね。グッドの次はベターです。比較する、何かと比べたら、それに比べてこれはすごい、より良いという意味ですね。ところが最上級というのがありますね。それはベストという言葉です。グッド、ベター、ベスト、普通に良い、あれに比べたら良い、全てに比べて一番良い、この、
違いがお分かりになるでしょうか。神様は私たちにとってベストを用意してくださっています。結婚相手、仕事、就職先、あるいは住むところ、集うことができる教会、あるいは友達、いろんなことがあると思います。でも全てのことにおいて神様はあなたにとってベストだけを用意してくださっています。それが神様の御心なんです。神の御心というのはあなたにとって最高であり最善であるということです。これは間違いありません。もうすでに一番素敵な神様の愛する一人子さえも惜しまずに与えられていますから、神様はどんなことであってもあなたにとってベストだけを用意してくださっていて、それが御心であり、その御心がなりますようにと御心に従って願うならば、神様は確実にそのように聞いてくださって、ベストパートナーに出会った時にその方と確実に話がまとまって結婚に導かれるということが起こる。この仕事においてもそうです。面接を受けたりするでしょう。履歴書を持っていたりとか。でもその時にもこう祈ったらいいんです。神様の御心ならばこの会社の面接に合格できますように、神様の御心ならばこの会社に入社できますように、そんなふうに祈って入社試験を受ける、面接を受ける、履歴書を出す。その時に本当にあなたにとってベストの職場、ベストの仕事に神様は確実に祈りに応えて導いてくださるということですね。逆に言うならば、最初何回か受けた時に何社か落とされるかもしれません。あそこに行きたかったのに落とされちゃったとかですね、あの会社に行きたかったのにダメだったとかってちょっと失望することがあるかもしれません。恋愛にしてもそうでしょう。いろんな形で当たって砕けろで告白してみたけども見事に振られましたとかですね、あなたのことはお友達としか思いませんとかいろいろ言われてですね、ガーンとなってですね、すごくショックを受けることがあるかもしれません。入学試験でもですね、第一志望でここの大学に、ここの学校に入りたいと思ってたのにそうじゃないところに行くことになっちゃった。でもそれは後からそこが今導かれたところが、あなたが最終的に導かれた学校や職場やその結婚相手こそがあなたにとって最高最善のベストのものだった、方だったということを後から感謝することができるようになってくるかと思います。ぜひですね、皆さんも祈りながら、神様の御心がなりますようにと祈りながら何事でも、祈り始めていただけたらですね、神様は今も生きて働かれる方ですし、祈りに応えてくださる、祈りを聞いてくださる方ですから、祈りは虚しく独り言になりませんから、ぜひ祈りを諦めないで祈り続ける、そんな歩みを、そして祈りながら神様の素晴らしい導きを体験する、そんなことをご自分が体験していただけたら嬉しいです。今日は最後に主がそばにいるからというこの歌を賛美していきたいと思います。この桜は10年前の 3.11 の時に古利根川の流れのほとりに咲いた桜です。 3.11 のちょっと後で咲きましたけど、あんな大変なことが起こった春でも桜は咲いたんだなということで、すごく慰めを私自身が受けました。何度も何度も揺れが来てですね、計画停電だとかなんだかんだってなんか原発が爆発したとかいろんなことがありましたけども、でもその中で本当にこの言葉、この賛美は10年間私を励まし続けている賛美です。落ち込んでいる時にも歌える賛美です。これは本当に皆さんぜひ、覚えていただけたらいいなと思って紹介したい賛美の一つです。主は御手を伸ばして涙を拭い、つま先から引き上げてくださる、命の地へ導く。主は御手を伸ばして
愛だほどに、つまずきから引き上げてください。命の地へ導く、ハレルヤ、主を愛して歌は絶えず感謝捧げ、苦しみ時さえ賛美をする、主がそばにいるから、しばり手を伸ばして、涙を拭くに、つまずきから引き上げてください、命の地へ導く、しばり手を伸ばして、涙を拭くに、つまずきから引き上げてくださる、命の地へ導く、主を愛して歌は絶えず感謝捧げ、苦しい時さえ賛美をする、そばにいるから、ハレルヤ、主を愛して教会のホームページ、スイートキリスト教会のホームページ、ぜひご覧になってみてください。ラブスイートで検索してみてください。ラブスイートラジオも週に3回ぐらい、配信をしています。ネットラジオ、ポッドキャストですけれども、インターネットが使える方、また、アプリのですね、ポッドキャストにも登録しておりますので、よろしくお願いします。そして、ここに来られてない方のためにいつも地図をご紹介しています。教会は閉鎖をしておりません。集まる形で礼拝も続けております。マスクをして暖かい服装でぜひお伝えください。一番近い駅は東武動物公園の駅です。東口から出て古利根川を渡りますと次の町に入ります。川沿いに来ると、一番近道ですけども、お蕎麦屋さんのところに抜けてくる道がありますが、そこを通ってくださると感謝です。杉戸高校とか JA とか町の役場がある日旧日光街道の、その街道沿いに白い箱型の建物があります。日曜日は朝10時半から、そして夜は8時から礼拝をしております。スマイルキッズ教会学校とそれから JC 礼拝、青年向けの礼拝は少しお休みにしております。ぜひ第1礼拝、朝の10時半からの礼拝と夜の8時から9時の夕礼拝に合流していただきますと感謝です。以上で福音記を終わっていきたいと思いますが、今日も見てくださり、聞いてくださり、来てくださってありがとうございました。皆様の上に神様の祝福と守りと導きが豊かにありますようにとお祈りいたします。それではまたお会いしましょう。ごきげんよう。 God bless you.